昔日の強豪が一敗し釜根を晒す。一介の草履取りが立身出世し大将となる。戦は戦を呼び、田畑は荒れ人心は乱れる。尾張の織田信長をはじめ名だたる武将が天下を奪い合い、いつ果てるともなく戦い続ける戦国の世。ここ義州天名の地でも名門桜井家の栄光は起業が夢となり、下克上により権勢を振るう乱世の英傑藤森主膳が天下を伺う。強く、ただひたすら強く、それが主膳が求める国のありよう。だがそのために天名の民草はひたすら重苦にあえぐ。そう、戦が絶えることはない。今も一つの戦が終わった。だが累々と横たわる姓たちだけが戦いを終えることができる。合戦場をさまよう者にとって地獄とはあの世か、それともこの世か、それを知る者は誰もいない。たまげた。あの大戦で生き残ったやつがおるとはな。おい、おめえ様、大丈夫かよ。お、どうした。おお、おい、おめえ様、おめえ様よ。どうする。どうするって、仕方ない。村へ連れて行くしかねえな。
ここは戦場ではない。血の匂いを振りまきながら歩くな、このバカ者。わしらが口葉ヶ原で倒れていたお前を助けてやらねば、ムクロになっていたのだぞ。ありがたく思うなら、これ以上村に戦場の影を落とすな。なんだお前は。侍が村の中をうろちょろするな。お前ら侍がいると姉ちゃんが怖がるんだ。帰れ帰れよ。やれるもんならやってみろ。いつもいつも村を荒らしやがって。やめなさいコウタ、何をしてるの？さあコウタ、行きましょう。でもこいつが。いいから。コウタの非礼はお詫びします。でもこの村に侍が不要なのは本当のこと。村に災厄を呼び込む前に出て行ってください。お願いします。なかなか手だれが揃ったようだな。ではこれより審査を始める。死を恐れぬ真の侍のみが大殿と共に天下をつかむことができる。その覚悟のある者は一歩前へ出るがいい。
主。いいだろう、その力存分に振る。抜きやがった。どういうつもりだ。あやつ気は確かか。どうした。相手は梅宮殿だと分かっているのか。何の真似だ。この連中では不服だというのか。ならばおとなしく待て。それでは審査を始める。おのおの準備はよいか。では始め。なら我が藤森家でも活躍できるだろう。殿が天下を取れば立身出世は望むがままだ。励めよ。にした方がいいな。お前たちの腕では勝てない。いつ？何だと？そいつの剣は戦場で戦って生き延びてきた者の剣だ。口先だけのお前たちとは違う。お前本当のことだが、雑魚は黙っていた方がいい。お前はどうかな。無様な戦いはしなさそうだが、とはいえ私の背中は預けないのな。まあいい、お前も戦いが好きならここに向いているかもしれん。仲間に加わるのなら棟梁の松崎源十郎に挨拶するがいい。おお、よく来たな。お前も今日から大加藤の一員だ。中には変わったやつもいるが、基本的に自由に楽しくやるってのが信条だ。お前も遠慮せず好きにやってくれ。ただし
俺の目が行き届く範囲でな。梅宮優馬だ。真の侍がまた一人馳せ参じてきてくれたか。よく来てくれた。歓迎する。俺たちと共に主膳を倒し、もう一度桜の花を咲かせよう。私は林道一世、藤森主膳を倒すためにここにいる。お前が本当に腕が立つのかどうか、しっかり見極めさせてもらうぞ。ともかく我々は藤森主膳を倒すための同志だ。共に力を合わせ戦おう。実に興味深い。ああ、お前か。どうした？俺に何か用か？ああ、俺たち桜花島の決起の日は近い。その日のため、腕を磨いておかねばな。意外に戦火胸近、今日という今日は許さんぞ。割り当てた年貢米払わんのなら我々にも考えがある。払わんなどとは言っておらん。払えんと言っておるのだ。我々も子供の使いではない。手ぶらで城に帰れるか。だがわしらもない袖は触れん。来年の種もみに手をつけるような真似は藤森主膳殿も望まれまい。今日のところはまずその旨を藤森殿に報告に変えられてはいかがかな。のらりくらりとその手には乗らんぞ。
どうしても手ぶらで帰れぬと言われるのならば、この年寄りのそっくび一つ藤森殿への手土産に持ち帰られよ。なんだと。どうした、いらんのか。よもやわしの首では不足というのではあるまいな。元桜井家家老梅宮宗近の首、そうそう安いものではない。さあ心して持ち帰るがいい。どうする。我らだけでは判断できん。大殿にお伺いを立てねば。今日のところはこれで引く。覚えておれ。わしの首に用がないならお前もとっとと立ち去るがいい。わしの目の黒いうちは侍などに好き勝手はさせん。しかと心得ておけ。あなたはいつまであのようなことをお続けになるつもりなのですか。あなただってそれが正しいことだとは思っていないのでしょう。正しい正しくないなど何の関係もないこと。拙者はただお役目を果たしているだけです。罪のない人々を苦しめることがあなたのお役目だというのですか。物事は大所高所から見なければ判断できることがある。拙者に言えるのはそれだけです。どうして昔のあなたはそんな人ではなかったのに。ただ人は同じままではいられない。それはあなたにも当てはまること。家を捨て、民を捨て、ただ生きる、それでいいのですか。やめてください。その名は捨てました。私はただの村娘です。失礼しました。ならば今後は拙者に声をかけたりなさらぬように。人の目につきます。ではごめん。新之助様。女じゃ、女を工面してこいや。すいません、なんだ。
信長がなんだ。そうだ、みんなまとめてかかってこいってんだ。大量大量、あの行商人め、結構なお宝を隠し持ってたじゃねえか。よし、酒だ、たんまり酒を用意しろ。野郎ども、今夜は浴びるほど飲むぞ。おお、ユーマ、お前もこっちに来い。いや、そんな気にはなれんので。なんだと、俺の酒が飲めねえってのか。それは商人から奪った酒だ。おいはぎのような真似をして、そんな酒とても飲む気になれん。気持ちはわかるがな、これは大事の前の庄司ってやつよ。神経を疑う。お前たちがやっていることは野党と同じだ。言ってくれるじゃねえか。お前は何も分かっちゃいねえ。いいか、力を得るためには手段がどうのなんて言ってられねえんだよ。お前の言葉は私の心には響かない。ったく、遠慮のねえ女だな。俺たちは桜井家再興のために命を懸けて戦ってんだ。明日は路傍のむくろかもしれんのなら、生きているうちは精一杯楽しむ。そうでなきゃ士気なんか上がらねえよ。そういうことをちゃんと考えてやるのが頭ってもんだぜ。藤森の兵糧を奪ってわしらがうまいもんを食う、実に素晴らしい作戦だ。うん、うん、素晴らしい、我らは素晴らしい。おい、そうだ、ああ、申し訳ない。では、付き合ってくれるのはあんちゃんくらいだよ。みんなオイラが子供だからって誰も相手にしてくれないんだ。でも今に見てろよ、オイラには立派な刀だって。そうだ、特別にあんちゃんにだけは見せてやるよ。
オイラの刀を。どうだいこの桜の家紋、きっと由緒正しいお宝だぜ。これ懐剣って言うんだ。どうだい驚いたか。あ、調子に乗っちゃった。やべえ、あんちゃん、これオイラが持ってたのは誰にも内緒だよ。特に姉ちゃんには秘密だぜ。貴様が持っているその小箱、それは何だ。何だとは。ただ薬が入っているだけだが。俺が言っているのはその箱の蒔絵のことだ。それは桜井の家紋ではないか。俺は知っているぞ。貴様がかつて桜井の三本刀と呼ばれていたことをな。おかしいと思っていたのだ。桜井の忠臣が藤森家に仕官するなどな。昔の話はよしてもらおう。今の拙者は大殿に忠誠を誓っている。小箱も便利だから使っているだけ。ゲスの勘繰りはやめてくれ。ゲスの勘繰りだと。どうかな、貴様の魂胆など分かっているのだぞ。何を根拠にしてのその物言いだ。何か証拠でもあるのか。証拠もないのにおかしな言いがかりはやめてもらおう。迷惑だ。いつか貴様の尻尾を掴んでやるぞ。なんだ貴様、何か言いたいことでもありそうだな。どうした？役立たずね。どいつもこいつも。お主、まさか。いや、何でもない。
るべきご供養もできず、かようなところに隠さねばならぬ。なんとおいたましいことか。自分の無力を恥じいるばかりだ。もうお主も気づいているだろう。桜井滅亡の折、首だけは主膳に渡すなという主君の命に従った。そして密かに主膳の包囲を破り、ここにしばしお隠れいただいたのだ。梅宮新之助、再び殿にお誓い申す。この身、悪鬼羅刹になり果てようとも、殿のご無念をお晴らしすると。殿、今しばらくのご辛抱を。お主を拙者の背中を預けるに至る侍と見込んで、全てを打ち明けた。もはや拙者一人の力では主膳を倒すことはかなわぬ。だがお主と共に戦うのならば勝機はある。もはや猶予はない。拙者に力を貸してもらえるだろうか。お主とは何か通ずるものがあると思っていたのだがな、拙者の目が節穴であったということか。だが藤森への配信を知られたからには、このままで済ますわけにはいかん。迷っているのか。ならば今一度考えてくれ。藤森主膳こそ争いの元凶。これを倒さねば国の未来はない。すまん、礼を言う。主膳に歯向かうは灯籠の斧を振るうようなものかもしれん。だが拙者、武士の一分は通したい。亡き殿のためにもな。何、お主が力を貸してくれるのだ。勝機は必ずある、そう信じている。そうだ、その通り。
信長軍が。ついに動いたか。は、義州高富、義州大江戸ともにわずか3日しか持たなかったそうです。義州三国のうち高富、大淀が信長の手に落ちた今、次は我が天中。どうされます殿。是非もない。遅かれ早かれ信長とは真の覇者をかけ争う宿命よ。だがこうなれば心中の虫をこのまま捨ておくわけにもいくまい。たとえ猥小なものであっても孝子の憂いを消し去るのだ。大変です、藤森の軍勢が。実り城は藤森の兵に囲まれて、あれじゃみんな殺されてしまいます。因果応報、今まで指揮砲台をやってきた信氏どもが報いを受けておるだけだ。わしらが関わるなどもってのほか、放っておけ。でもそれではユーマさんが。あれとはもう縁を切っておる。どこでのたれ死のうとわしには関わりのないことだ。宗近様は常々おっしゃっていたではないですか。侍は命を奪うばかり、出世やら誇り、意地で命を粗末にする。侍は本当にくだらないと。でも同じではないでしょうか。ここでユーマさんたちを見捨てれば、私たちも藤森の侍と変わりません。わしは謝っておるのだろうか。藤森の軍勢が攻めてくるとは。
冗談じゃねえ。こんなところで死ねるか。お前は。おい、ここは見逃してくれ。悪いな。この彼はいつか返すぜ。返せたらだけど。岡藤の連中はこの先だ。これをお主に託す。ユーマのこと頼むぞ。藤森君に正門を突破されたか。ここまで来るのは時間の問題だな。だが大加藤の意地見せてやるぞ。副長、裏門からならばまだ脱出できますが。貴様、俺に逃げろというのか。バカな、桜井家再興のために俺は戦ってきたんだ。大加藤が全滅すればその夢はついえる。ならば俺が生き残る意味などない。お前のような奴に何がわかる。俺たちは命を懸けていたんだ。俺たちが滅びればもはやこの地に桜が咲くことはあるまい。一日先週の思いで桜井家再興を夢見てきた。その思いがお前には分かるか。副長、我らも直にそちらへ。
せ。大加藤は藤森軍によって城を枕にことごとく討ち死にした。だが最後まで屈せぬ姿はまさに侍の意地と誇りそのものであった。たとえその死に時代を変える意味などないとしても。大加藤を討ち滅ぼしたぞ。たびこそ桜井の血筋を根絶やしにせよ。村娘お清の正体が桜井家の姫しずるだと知った主膳はその抹殺に動く。天名を揺るがしかねないわずかな可能性をも摘み取るために。もはや隠し立て無用。お主らが桜井家の一粒種をかくまいしこと明々白々なり、桜井家の嫡子引き渡してもらおう。渡さぬ場合は主君藤森主膳の命により村ごと焼き払う。どうだ。来たか。私のせいで村が一体どうすれば。おのれ、何を言うのだ。いいのです。確かにそれしか皆を救う方策はありません。ということだ。焼き討ちなどをしては桜井家の跡継ぎが誰なのか分からなくなりますぞ。構わん。桜井の嫡子が出てくれば奴らにその罪を問う。出てこなければ皆殺しだ。いずれにせよ新之助はここで始末できるというもの。おお、あれはまさしく桜井家の家紋。なんと、こやつが桜井の嫡子か。そうです。私こそ桜井家の長女、桜井しずるです。捕らえろ。おお、いいか、じっとしてろよ。これで厄介事が一つ片付くというもの。こやつを処刑した後は奴らにその罪を問うて村を滅ぼしてくれる。
もはやこれまでだというのか。何のためにこれまで。いや、まだ終わってはおらん。新之助、貴様何用だ。何をする。貴様、やはり獅子心中の虫であったか。よい。は？そやつも忠誠がわしではなく桜井に向いておること分かっておったわ。新之助、今日までよく役に立ってくれた。礼を言うぞ。武士の情け、お前はここで討ち取ってくれよ。やれ。皆の者、切れ切れ。おお、桜井の犬を切り刻め。なんと、この場に真の侍がいるとは思わなかった。だが今、お主の言葉の真偽を確かめている余裕はない。拙者は、千鶴様を守るために戦う。お主の面倒までは見られんぞ。この七においてもなお、わしに逆らうか。うつけよのう。面白い。貴様のようなものこそ我が片腕にふさわしいのだな。まあよい、しばらくすれば気が変わるやもしれん。やれ。
う敵が多くては。やはりその力惜しいな。どうだ、今のことは水に流す。わしの家臣とならぬか。お殿、しかし。おい、こやつの力、信長との戦いで必ず役に立つ。もし反旗を翻すならば、その時は殺せばよい。ああ、どうだ、ここで犬死になどつまらんぞ。これでよい。では最初の命を下す。その男、梅宮新之助を殺せ。再興することが叶わなかったのは無念だ。だが、お主は拙者と同じ最悪の裏切り者だ。私の敵ではないわ。国境に陣を張る織田信長の軍勢に対し、藤森主膳は全力をもって戦いを仕掛けた。まさに龍虎相打つ決戦である。この戦の勝者こそが天下を手中とするのだ。悲壮な決意で進軍する軍の中、馬上で笑う藤森主膳、そして傍らを行く一人の侍。彼らにとっては戦いこそが生きるということであった。